誰誰は間違いないラップでそこ誰かの首と心揺らすラストハート。さっきから先行ばっか負けてるけどこっちドラやべラップだから関係はノー、相手はコリオウィー、ここでぶっ壊すだけだ、これじゃダメだ、金じゃないも求めながら音で踊れ楽しむって僕人生はマジでドラマみたいなもんだと思ってるぜ、あの日の約束 CD 渡せここで返す、俺にも込めてるスパイス、マジな奴ら相手にしながら俺もそれもスキルにぶつけてきただけだぜ、よここで披露するでモチベーション、嫁さんの子供の分はないごめんね、やつ今知ったんごめん、ちょうど1年前の1月22日戦国 MC バトル1回戦ガッティに敗北、あん時は本当落ち込んだで外でさ、その後シブルとあんたのライブを見て高級言葉の力を感じた、だけどなんだそのスタイルは、スキルが足りねえ、そんなところが弱点、くだらねえ話にファクトアップ、いや分かるだろそういうことなんだよ、お前の言葉の力振り伝えても似てて見ろよ、お前のために愛想はないね、分かるだろナイーブなない面、それもいかがしないくせ、いや分かるだろ俺も働いてる、仕事のことはあんま話したくねえけど働いてねえわけじゃねえんだよ、いや、yeah、左手のマイクポリはちゃんとかかってる、レプリゼントするやつらもちゃんと分かってる、お前よりもちゃんと後半に行くぜ、大阪から埼玉までそんなスキル見せびらかしに来ただけか、俺はマスターされてねえってゾンビになっても本気でラップする Make to the funky、 いやラップで飯は稼げてないかもしれない、だからこそバトルで勝ち上がって名前を打って何かを得るぜ、そういうことなんだよ、この経験全て左手のマイクポン1本実力だけで上がってやろうと思ってるから、 UMP 埼玉去年取れなかったけどまた今年も取る、俺はチャンピオン、全部食ってやるよ、全力でぶつけるにはスキルが足りないってことを、俺はスキルで功をつけたいってことをここで証明しに来た、証明を当ててくれよ、マジでそういうくだらない話はいらない、最前列その他もろもろどの行動バカ言うやつは本当功労が見つかってない、そろそろここで白黒をつける、これはリベンジでもなんでもねえ、 Now と Now のぶつかり合い、調子取りな今の話をしようぜ、聞いとけ、言いたいことは特にない、無駄な穴を探す暇もない、リスペクトしかねえから言うことはねえんだよ、これでどうだ、オーバーサポーダー、俺は自分に素直に行くぜ、バトルで勝ちたいからくだらない穴とか見つけるやつにマジで中指を立てる、本当の言葉を信じてるやつらには分かるだろ、 You know say しに来たぜ、 Yeah その宝は目に見えないものだって知ってるぜ、無形のお宝探すのが MC の一つの使命だと思ってるぜ、ようここで生き死んでく、二度とない今日握るマイクポン、どんぐらい意味を充実させるかって思ってここに来た、さっきから平成のやつらばっかりと当たってるお前らに形勢は逆転することはできない重みを見せるぜ、調子の東京俺もユーストーク、こんなトークトゥーバイトークが好きだからやってるバトル、俺も誇りを感じるぜ、お前平成どうこう言ってごめんな、そんなんじゃなくてラッパーとラッパー熱さを感じるぜ、本物の MC とやり合えて俺も嬉しい、こんな瞬間を求めて音が出てる空間でインザハウス、よラップをしてる、視点を変えないことが大切さ、意見その他どの方もろもろ関係はない、ボロが出たとしても構わない、フリースタイル即興で全力でぶつかった、それが奇跡、残して勝ち、あと東京ありがとう、芯があるぜ、まるでパスタならばアルデンテ、巨人のアルモンテみたいにすぐいなくなることはないぜ、赤い稲妻なんでそんな顔が真っ赤っかなんだよ、俺はレッドブル飲んで翼さっさっさ上がってここでさっさっと飛んでいくぜ、フリーキーなフローが間に合わな足りない、ワッチャンマイク握ったら止まらないってことだけは確か、芯がある MC たち、でも俺は折れない、ここだけは言っとく、にがり俺も言っとくぜ、こいつに勝つぜ、いつも通り、あばはイエロー、ヒエロー、うまく回すベロー、だから今から俺が見せてやろう、こっちとは違い、言葉の絡ましい方、これの方がましいからさ、おめえとは危険だ、スープの叩き、あるで分かってるか形じゃない、音楽がここにはあるであるか、でも無駄だわ、まやかいしで再生、ライブライブをぶつけるならば、お前のライブのスキルと俺のスキルの話が天道し、分かるだろ、10対0回すこのベロ、Let's get on the mic、 お前との格の違い、ここで見せつける、お客さんもそろそろこっちの方がヤバいと思い出したところだろ、皆ご存知、お金持ち山テラスたくさん持ってるのは俺は知ってる、だけどそんなこと別にどうでもいい、俺はやっぱラップスキル、それが重要 You know マイクシーズマイクスティック握りながら、そこの可能性ここで見せてく、おめのスキルね、ラップには飽きた言葉の重さよりスキルを磨け、別にサイネスとプラスセトヒナ、そんなのはどうでもいいからラップ磨きな、お前がいくら金積んでもできないスキル、こっちドラ持ってるから、自分のカラーダッシュエルテサイネスト、俺の即興ならば再現フロー、つまりこの瞬間を切り取る、ネガカチャ取ってやるってカメラ得意だろ、珍しくねえか、甘々照らす甘々うまさが出てねえな、スキルの基礎はいい、それは最低限の話
し、その上でソウルガルでゴゴバトルバチバチ殺し合いやりたいって言ってる割には目と目すら合わね。点と点が線となる瞬間、俺はセントラルに言葉投げてる。そこに気づきね、最近の若手でかいと怖いぞ。ナイトじゃなくて今日はデイだ。せめてお前はこの PPM には乗れない。どちらが乗せるヤバめのファキュラリズムで首揺らすのはこっちだろう。どっちけたフロー、oh! どうしたらエンジョイで調子悪くなったか。俺に火つけろ、気ぃつけろよ、マイクの使い方。Yo! 俺にラップしなきゃそんなのはマジで間違ってるぜ。ファキュラリズムでどこまで勝ち上がれ。ゆっくり乗せるのそれもありだが、自分のあり方分かってないならこいつにはマジで若手とかそんなのはないから。出してくぜハイパワーケンドリック。3本残るのは中指。 Yeah! そこの金髪ボーイ相変わらずスカッシャイような翼してんな。どうせ俺の言葉尻だけ拾ってきそうなライブばっか並べてるなら俺と間違わない。つまりこれは即興フィーチャリング作品みたいなもんだぜ。俺とお前で作り出す最高の瞬間、それが理解できないならここから去りな。俺にもできるよ、誰にもできることやってるぜ。お前が観覧車でバックしてるなら激しすぎてポンって落ちて死んでるな。バトルするまでもね。はい、お前のラップは確かにマジヤバいかもしれないけど、話にならないなら一人でセッションやってろ、またはロックスターならばバンドバゴにでも行ってろ。そして観客腰抜かす、yeah! 俺も昔はいろんなところにバトルしに行ったぜ。だけどそこを別にアウェイだとは思ってねえぜ。そんな考えはダセイよ、ここで見せるぜ。どこでも音の言葉とマイクがあればホーム、そんなの気持ちいい。それがなければマジダメだぜ。香川ならうどん、こいつはズドン。出して変態じゃねえことだけは間違いなさそうだな。スローダウンすることはないで冗談を並べる。いつか行きたい香川トラベル、そん時は案内してくれよ。で、yeah! ピースなバトルだがちょっぴお前を切り切った。もう俺はヤバめな変態な趣味持つ MC、 行ったことない香川ヤバいってからだ。動かしながら行くぜ、俺のパワーがある。Yeah! 俺は断ったぜ資格、一回戦から逃げるマイカポテ威嚇。これが気がけ、これは二回目よ。マカ新鮮にあるかもしれないけど、お前のメロディアスなフロー、さっきのベノムの分まで背負って俺は行くぞ。メッセージのない言葉なんて fucked up。 ただのメロディならば残らないメモリー、そんなエゴに踊らされることはないぜ。ヘボに任せメロディアスがなくなったら、そんなクソいダサいラップしかできないならば、ここから排除リミッター解除。愛は愛か登ってく階段、お前には悟られないガイダンス。俺は一つ一つ味わってるぜ。セントデイがセントラル、セントラルなフロー、つまりお前の真ん中それも打ち込むゾーン。クライドロのパートの上で俺はパートの発想じゃなくてパッション、それを漏らしてるパッションしたいかも。いや俺は断ったぜ資格、いや一回戦から使ってるマイクで威嚇しばく刻る。えいよ決めていくぜ、俺もお前もスタイルもそんな変わらない。だけど俺は言ってることがライも変わらずわからない。絡まれてるその頭の中、お前の灯しのものろうそくは風船ふっふっと吹くぜ。そこで消える目のマイスティーズマイカポンスティーク、逃げれば止まらない。ブンバップなビートだぜ行くの。いやお前は生活を歌にするんだな、そうだな。ハードな仕事と仕事の合間のラップのリリック、それは知ってる。センストイックにお前を追いかけてるのは俺は知ってる。だけどそれも追い越すためには何をしてるか、何がエンマ知らねえぜ。俺は炎天下の中でもケンケンパするような感じの言葉のレンダそれをぶつけてきて、まるでお前はジェンガ。俺が一個抜いたら速攻で崩れる。俺は迷うことはない成功の北斗のファンキーなビートで首と体揺らす。ここまで来るぜ俺もスナッキン、特に何も言うことないし、ナイキのソー、スニーカー履いて飛び出す。これでエアポーズワンでもドランだったら上下引いちまうような感じか。いやスローダウンすることはない、さらにお前の首をキープライク。ファンキーなリズムが一体どこにある。俺は探してるぜ、まるでお宝探しビートだ。オーリーのように思ってる。ごめんスー君、もうスー君に言うことはね、みんなに伝えとくぜ。スー君のことディスってるやつがこの中にいるなら分かってねえな。それを伝えといてやるぜ。まずは春日部ザメをちゃんと聞け、そしてこの人がどんな人生を歩んできたのかちゃんと聞け。それでいてからディスれ、それが相手方からの忠告さ。しましょうよ、そこ。オーガナイザーしましょうよ。回ってるぞ、回ってるぞ。オーガナイザー、イエー。
回してるカメラガメラ火を吹くぜ、ここでくるくると回転するぜ。どんだけラップすんだって言われても、何小節でも何小節でも感情がある限りはできるぜ。フリースタイルダンジョン抜けて山頂、ライカチブラマッピルマ、それヒーローさんのラインか。ちょっと長くなっちまった、これじゃしまんない、つまんない、ワンないじゃワンない、そんな単純さ。まだまだ足んない、求めるないものねだり、背後のエネミー中指立てながら行くぜ。リスン上が30ちゃんとチェックしときな、そこときななんて言わないぜ。 Yeah、 メッセージ一つ持って挑戦、おい、yeah。